僕は一冊、今日はこれにしようかなと思ってるんですよ。この1兆ドルコーチっていう。はい。これはスティーブ・ジョブスのコーチをしていたという方ですね。はい。まあ、スティーブ・ジョブスだけじゃなく、Google の創業者たちをゼロから育て上げたコーチという。なるほど。はい。もうかなり10万部以上売れた本なんですね、これ。はい。売れたって、今も多分売れ続けてるんじゃないかなと思うんですけど、で、これは何年に出たんだっけかな ?2019 年なんですよ。なんで最近ですね、約3年くらい前に出た本なんですけど、まあ、僕自身がこうコーチングをするというところで、まあ、実を言うと、この方、エリック・シュミットじゃない、ビル・キャンベルさんは、そのスティーブ・ジョブスが亡くなった時から知ってるんですよね。うん、スティーブ・ジョブスが亡くなった時の追悼のアップルの、昔の本社ビルでイベントがあったんですよ。うん、追悼式みたいな。そこで、ジョブズコーチって言って紹介されたのが、この人だったんですよ。で、その時に、お、ジョブズにコーチっているんだみたいなのから、すごくなんかこう印象に残ってて、で、そこからいろいろ調べると、英語の文献とか動画はあったんですよね。で、そこから、何年か経って、この方も亡くなってしまって、そうなんですか。何年ですかね、7年、17年ぐらい亡くなったんですかね、確か。で、その後に、編纂された、このビル・キャンベルさんに、コーチングを受けた人、また、ね、深い関わりがあった、人たちで編纂して、っていう書かれた本なんですね。うん。なるほど。で、もともとこの人はアメフトのコーチ出身だったんですよね。ここも、僕も柔道のコーチというかね、そうで柔すよ道のね。指導者出身っていうところもあるんで、すごくなんか勝手に親和性を感じてしまったという感じで。はい。で、もう本当にこの本、結構分厚いんですよ。こんなね、見るからに。分厚い本なんですけど、かなり、凝縮された経営者とのやり取りとかね、うん、がいろいろあるんで、そこは、結構おすすめして、これ読んでみたらどうですかみたいなところでおすすめする本ですね。うん。これあれですか、松本さんの仕事にも結構活かせるようなところが多かった。そうですね。実務的なところで、これを参考書のようにという感じじゃないです。心構えとか、あり方とか、うん。あと、まあ、こういう場合はどうするとか、じゃあ何が重要なんだっていう自分の中の答え合わせとか、自分が思ってること、やってきたこと、まあ、経営者としてやってきたこと、まあ、コーチングを提供するものとしてやってきたことが、やっぱりたまにこう、この方向性でいいのかなとかっていうふうに悩む時とかってあるじゃないですか。あるんじゃないかなと思うんですね。で、そういう時に、すごく役立ちますよね。うん。例えば、こう、人材育成は千差万別に向き合えとかっていう、まあ、章立てがね、このいっぱいあって、こう、結構、これは、まあ、僕が言ってることを結構似てるなっていうところがあるわけですよ。うん。まあ、個人対応していきましょう。個別対応ってすごい重要ですよねっていうことを言うことが多いんですけど、まあ、ここは本当にすごく同じ表現だなということとか。うん。あとはですね、旅の報告から始めるっていう項目があるんですけど、最初はね、なんだと思ってね、読んだんですけど、要は雑談というか、家族との何があったか。仕事の話だけじゃない話もしてるんですよね。うん。で、そういうところからこう信頼関係、親密度とかっていうのを高めていくっていうかね、まあ、そういうやり取りも、書かれてあるんですけど、ここら辺はすごく僕自身も意識してるところなんで、あ、やっぱりこの方向性って、まあ、合ってるというか、この方向性っていうのは重要なんだなっていうことを、まあ、確認できたりっていう。
ことを書いてきましたね。あと、まあ、結構いっぱいあるんですけど、はい、あの去る者に敬意を払うとかね。ああ、なるほど。去る者に敬意。大体辞めてく人とかにはこれどういうふうにこう書いてあったかっていうのはあのパッとなんですけど、結構辞めてく人とね、はい、もういいやみたいな感じになると思うんですけど、そうですね、うん、じゃなく、まあ、去る者に敬意を払う。であと僕はあの結構こういろいろ勉強をしてるっていうかね、あの本読んだりしてる、あの星野リゾートの星野社長の本にも、はいはい、講演だな、講演で言ってたのが、うん、あのエグゼットインタビューっていう、辞める人にインタビューするっていう、うん、ことをされてるっていうのを講演で聞いたんですけど、大体辞める人って、あ、じゃあもうさよならみたいな感じになるじゃないですか。はいはいはい、なく、あのそこで、じゃあなぜ、どこがこう至らなかったとかっていうことを、聞いたりとか、まあ、いくつか質問があったと思うんですけど、うんうんうん、でそこで対話を、そのインタビューの中で、やっぱり思いとどまる人とかっていたりするらしいんですよね。うんうん、で、まあ、僕はあのできるだけ喧嘩別れをしないようにしましょうっていうことを言ったりするんですよね、はい、クライアントとのやり取りで、うん、っていうのはあの、まあ、過去にそういうことがあって、まあ、苦い経験を したということの、はい、僕の経験からのこう、なるほど、うん、あの体験としてねあるわけですけど、うんうん、っていうこととかもかなりなんていうんでしょうかね、あの参考になったり自分の意見をこう確かめるとか、うん、考えをより明確にするとかっていうことにすごく役立ってくれる本で、やっぱり今も見返しますね。ああ、そうなんですね。そうですね、定期的に数ヶ月に1回、1ヶ月に1回は言い過ぎですけど結構見ますね、っていう本ですね。なんで一回読んで終わりっていうことじゃないところからも結構お勧めできる本だなと思うんですよね。なるほどなるほど、うんうん、まだまだありますよ。もうあの同僚の家族に興味を持つってね、同僚の家族があるんですよ。まあ要は僕は同僚の家族っていうか、あの、まあ、家族とかその人となりとかその人に興味を持ちましょうっていう、持ちませんかとかね、そういうことを言うことが多いんですけど、うん、っていうこともやっぱりね、この出てくるとか、うんうん、あとは全員の様子を俯瞰するとかね。はあ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 、うん、なるほど。で、その次の章立てで全員の様子を俯瞰するの次のページが、小さな声かけが大きな効果を持つ。これ本当にめちゃくちゃこれ、その通りだよなと思ったわけですよ。はい、というのは、あの僕自身もこうあの製造業やってたんで、あの不具合を起こす人、あの不良品を作ってしまう人で、これあのすごく頻発する人っているんですよね。ああはははうん、でその人たちに困った時に、まあ、当時うちに来て、ね、指導してくれたあのコンサルタントの方が、あ、まあ、まっちゃんまっちゃんと、あ、まあ、僕ですね、うん、あのどれだけ声掛けしてるって言われたんですよね。うんうんうん、いや全然逆に触らないくらいですみたいな、触れたくないですみたいな話をしたんですけど、うん、いやそれじゃダメだよと、うんうん、もっといい方法あると。でそれであの小さな声掛け、あ今日も、どうですかとか、あの、うん、おはようございますとか、そういうのを頻繁に声掛けてみなって言われたんですよね、うんうん、これはさっきの興味を持つとかにも、通じるかなと思うんですけど、まあ、どういうふうな手元がどういうふうになっているのかとか、作業台がどうなっているのかとかっていうことも意識しながら声かけをするっていう。そしたらそれだけでもうぐっと不良品とか不具合をその人が作るのはなくなるまではいかなかったんですよ。だいぶ減ったんですよ。うんうんうん、うん、まあ、当時はデータ取ってたんで8割以上は減ってると思うんですけど、うん、っていう個人的な経験もあったので、あ、なるほどなるほどなと、うん、いうことだったり、へえ、というね、あの本当にすごく参考になるのと、まあ、あのシリコンバレーで行われているやり取りですから、はいはいはい、うん、まあ、うん、どんなにこう最先端というかね、
この世界のトップを走ってる企業とかそういう地域でも、まあ、日本の、現場とかでも、変わらないところは多いし、はい、まあ、人間の営みとしてまた経営っていう中においてはすごく共通性類似項っていうのはたくさんあるなっていうのが思いますよね。なるほどね。なんでコーチングをしたいとかコーチングを、導入したい、またはこう人との、マネジメント力を強化したいとかっていう、まあ、社長とかにもおすすめする本ですね。という感じの一丁ドルコーチ、はい、面白いですね。一丁ドルコーチね、ぜひ